バーチャルアメリカに住んでいた際、ルームメイトとマリカをしていたところ、家を警察に包囲されていたらしいですが、最近起こった珍事件などありますかということで、まず珍事件どころかこれがめちゃくちゃ気になるんだけど何これ、どういうこと？いやそれなんですけど、はい、ですね、マリオカートっていうゲームあるじゃないですか。ありますね、名作。はいはい、まあれで、その某ね、バーチャルアメリカにいた時に、まあ、ルームメイトと一緒にその日、まあ、夜結構遅くまで、マリカで遊んでたんですよ。なるほどなるほど、まあありますね。でやっぱあのゲームってすごい白熱するから、まあ、例えばね、そうそうそう、まあ、甲羅をぶつけられて順位が落ちたとかいうふうに結構ね、そう、わーキャーっていうふうにはしゃいだったんですよ。うんうん、まあありますね。うんうん。そしたら、まあ、どうやら、まあ、近所の方が児童虐待してると思ったらしくて。待って、笑っちゃいけないけど、笑っちゃいけないけど、まあそうだよね、ピカミーの声は児童の声には聞こえるっちゃ聞こえるわ。いや、なんかね、児童虐待っていう通報があったらしくて、怖すぎる。結構その緊急性を要するから、ドアとかなんかダン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 開けろみたいな感じで来て、何なって、デトロイト試験じゃん。そう、まさに、本当にびっくりしたの。やばすぎる。で、その、子供を隠してると思われたみたいで、ああ、なるほどね。そう、家の中すっごいくまなく捜索されて、ガチじゃん。だからこう子供の声は一体っていう風に、やっぱその扉開けたら、まあこうね、女の子2人でマリオカートやってたから、えっていう風に向こうもなったらしくて、どういうことってなって、わざわざその警察の前で「あ、私です、キャッキャー!」みたいな感じでこうわざわざまた披露しなきゃいけなくて、本当にね、本当にね、めちゃめちゃびっくりした。恥ずかしすぎる。そうなの。なるほどね。そうなんです。すごいこと起きるな。でもなんか海外ならではだなっていう感じもしますね。面白いな。なんかアメリカっぽい話聞いて面白いな。いや、本当ね、一番ね、びっくりした事件かもしれない。やばいね。マリカやっててポリスにガサ入れってやばすぎるでしょ。最初ね、なんかうるさすぎたかな、すいませんってなったら、え、子供虐待みたいな感じでめちゃくちゃ大事になってるじゃんっていうね。そう。